へえ。うん。砂が洞窟。ああ、そこ。どっちもそれなりに人気のスポットだからね。こういう時はアルゴに聞いてみるっていうの、私たちの。俺っちの情報はいつも適正価格だぞ。びっくりした。どうしたお二人さん。二人が行ったことのない。なるほど。ああそうだ。本当？あ、でもお高いんでしょ。うんにゃ、マップデータを集めてくれるならおだ。かなり難航して、一見普通の洞窟ダンジョンなんだ。ああ、戦闘危険そうだけど。それから松明は、わざと松明を忘れて暗い。そんなことしないよ。にゃふふ。アルゴの言って、そうだね。まあまあ、だって二人でこうして、ああ二人って、あの時の冒険は不安もあったけど、今となっては本当にいい経験だったな。うん。どうしたの？あっ、マック。マップデータを集めてきてくれるとは思わなかったぞ。火を消して隠れるのが途中から慣れてきたから。なるほどね。あえて明かりを消して進むとは。そのあたりの検証は、こちらこそいろいろあったけど。へえ、真っ暗な中で二人きり、いろいろっていうのは、そのあ、それは。あれは恥ずかしくて言えない。あんな恥ずかしい経験忘れられないよ。本当に暗闇でなんかしちゃったのか。俺っちがうっかりあんな場所を紹介したせいで、二人はあんなことやこんなことに。